ゼンマイ仕掛けのミニマリオは動き出したら止まりません。このままでは、仕掛けを使ってミニマリオをゴールに導くアクションパズル、マリオ VS ドンキーコング突撃ミニランド。動き出したミニマリオを直接操作することはできません。そこでプレイヤーは様々な仕掛けを使ってミニマリオをゴールへと導きます。例えば鉄骨、ステージ内にあるボルト同士をタッチペンでつなげばミニマリオが通れる道ができます。ただしステージで使える鉄骨には限りがあります。つなげない場合は今ある鉄骨を外して数を調整することで新たにつなげることができます。ミニマリオの進行に合わせて外したりつなげたりすることがポイントとなります。他にもミニマリオをジャンプさせることができるイエロースプリングや、進行方向を変えることができるベルトコンベア、入り口と出口を決めて移動できる土管など、ミニマリオの進む方向は仕掛け次第です。クリアした時のスコアによってもらえるトロフィーを集めたり、ステージ内のアイテムを集めることで新たなステージが出現するなど、繰り返しプレイできるやり込み要素も。さらに8つのステージごとにやってくるドンキーコングとの対決など、ステージは全部で100種類以上。本作ではプレイするだけでなく、自分だけのオリジナルのステージを作ることができます。さらに Wi-Fi コネクションに接続すれば、自分が作成したステージを公開したり、全国のプレイヤーが作成したステージをダウンロードしてプレイすることができます。アップロードされたステージは評価することができるので、一覧から評価が高いステージを見つけることができます。限られたパーツでオリジナリティを競うステージコンテストを定期的に開催。おもちゃのマリオのアクションパズル、マリオ VS ドンキーコング突撃ミニランド。スーパーマリオ25周年グッズが当たるキャンペーン実施中。